十文字だ。気をつけて、こいつら普通の戦闘員とは違うみたいなんだ。大丈夫だって、ここは俺に任せとけよ。修行の成果を見せてやるぜ。いや、今はカンフーの修行だ。カンフー？すっげえ師匠に出会ってな。あっついぜ、カンフーは。それならちょうどいいタイミングだよ。今、俺たちの敵、っていうか地球の敵がこの町に来てるんだ。一緒に戦ってくれないか。なんだよ、水臭いな。もちろんだぜ。揃って俺をお探しか？いた！お探しをお探し、超お探しだったぜ。そうそう、こいつらか。カシャッバヒュー。また飼い犬が吹いてるぜ。今度こそ倒そうよ。当たり前だ。まあ慌てなさるな。何？先生、先生。なんだこいつら。ああ、すげえ殺気だな。こいつら、倒しがいはありそうね。お前ら何者だ。たけきこと獅子のごとく、強きことまた獅子のごとく、世界を制する者、我が名は黒獅子リオ。リオ様の愛のために生き、リオ様の愛のために戦うラグワリア、臨終カメレオン剣使いのメレ。黒獅子リオ、メレンだと？面白え。こっちだってライオンだ。教えてやるよ。百獣の王は一人で十分だってな。リオ、慎重に。分かってるよ。みんな行くぞ。キャッハー。はいはい、めっちゃってこの程度の強さで、まだまだ臨機こういう後半。どうだ、うちの助っ人最高だろ。あっ、カシャー。他人が心配してる場合か。貴様の言う通り、百獣の王は一人で十分みたいだな。シュケン！リオ様に近づくんじゃないわよ。それよ。こいつは傑作だぜ。残念だったな、獣王者。貴様らの努力は報われない。この星の命は俺たちが全部ぶち壊してやる。植物も動物も人間もな。それから魚類もな。ふざけんなよ。この星の命はみんな支え合って生きてるんだ。お前たちが遊びで奪えるような命は一つもない。そんなもん俺たちには関係ねえことだ。そうや、あれ皇帝だからに許されないんだよ。他人の気持ちを知ろうとしないあんた。
前たちなんかに僕らの心を練習することは不可能だ。最後まで諦めない。安心しろ、今がその最後だ。獣王者、お前らの思い、俺のハートが熱くなったぜ。それは会場のみんなだって同じだ。そうだろ、みんな。会場のみんな、今こそみんなの力を貸してくれ。大きな声で頑張れって叫んでくれれば、その声はきっと俺たちの力になる。行くぞ、せーの。なんだ、弱い者の叫び声など。いいか、貴様ら、貴様らの応援には何の意味もない。俺が遊戯一方と同じくだ。カシャッパヒュー。もっとだ、もっと大きな声で。無限の力、アンブレイカブルボディ、激烈